泉大津市立恵比寿小学校は、大阪府泉大津市河原町にある公立小学校。明治5年7月1日、南明寺の道寺を借り、それを、仮庁舎とし佐渡小学校大津分校として創立。当時の本校は、あな村大和池浦にあった。明治6年5月、高学校大津分校が独立し、第19番小学となる。当時の組合区域は、 泉郡宇歌大津、下城大津、忠田岡村、磯上村、虫鳥村、二田村、助松村であった。明治8年5月、第19番小学から大津小学校に改称。明治8年6月、組合区域が、大津村、下城大津、全歌大津、穴志村座虫鳥、上城村座に伝となる。明治9年、上、中、下の三小学科を平地。 明治15年3月、小学校令改正のため、初等、中等の両小学科を閉地。明治17年11月、生徒像により、文教場を、歌大津村阿弥陀寺本堂に設置。明治18年7月、敷地を、下城大津244、246番地とし、新校舎建設に着手。明治19年1月15日、 大津小学校新築学生。ガラス窓、ペンキ塗りの洋風式の建物。明治19年12月、小学校中等化を廃止。明治20年4月1日、学生の改正により、大津尋城小学校と改称する。大津上小学校を閉地する。従来の旧から学年へと変わる。明治20年12月1日、大津高等小学校を増設する。 明治21年4月、下城、小馬町にあった、大津村役場を本小学校校内に移転。明治21年12月、訓道岩月正信氏、初代校長として、兼務を命じられる。明治21年12月末、生徒数196名、本年度経費477二29千五輪。明治23年9月1日、大津谷小学校を廃止する。 明治26年4月1日、小学校例改正により、大津尋常小学校と大津高等小学校の2校を閉地する。両方とも修行は4年であった。通学区は大津村のみとなる。しかし、穴市村、上条村、忠岡村の高等火生は寄付金を受けて修学を承認する。穴市村をあざむ一人のみは尋常家生のみ修学を許可する。 明治26年7月1日、大津神城小学校と大津高等小学校を合わせて、大津神城高等小学校と改称する。明治26年10月19日、裁縫専門家を併設し、小学校を卒業した女子の入学を許可。修行年限3年。明治28年4月1日、高等化生徒像により、2学級となる。 明治28年4月21日、明治27、28年の戦役による陸軍戦利品の榴弾1個、小銃1丁、三角券1本がカフされる。明治28年7月20日、校舎が大破損したため改修工事を行う。約2ヶ月で工事終了。明治28年12月1日、穴志村に高等小学校が新設され、 同村出身者は転出。明治30年6月1日、尋常小学校生徒像により、4学級となる。明治31年11月15日、16日、天皇陛下の行行に再始放送を迎え行う。明治32年4月1日、他村からの高等化生徒を遮断する。寄付金に関する契約も自然消滅する。明治十四年四月一日、 尋常家児童像により、5学級編成となる。あな村、大技虫むりより、年額8年の寄付を受け、尋常家に入学を許可。小学校令改正のため、授業時間数が尋常家1年は21時間、2年は24時間、3.4年は27時間、高等化は、男子28時間、女子30時間となる。明治35年4月1日。 高等科に入学する多村の生徒は月30銭の授業料を納めるほか、さらに寄付金として年額1円80銭を4月と10月に分納させる。小学校教科書が国定となる。明治35年5月19日、高等科に英語の科目を加えて必須化とする。ただし女子は随い。明治35年7月24日、裁縫専修科を 大津神城高等小学校不設裁縫学校と改消。修行年限3年の上に1年の先週科を設ける。明治35年9月8日、下城大津に、これら発生のため1週間休校となる。明治35年10月25日、高等科を2学級とする。明治36年4月1日、神城科を6学級に高等科を2学級に、編成する。 明治36年7月8日、大津川堤防決壊し、校舎浸水。清掃整理のため、7月10日より19日まで休校する。明治37年4月1日、多村から就学する者は、授業料のほか、寄付金として、年6円を4月と10月に分納させる。明治40年9月27日、日露戦争の戦利品として、軍刀。 銃等をお貸しされる。明治41年4月1日、小学校例改正により、尋常化の修行年限を6年に延長し、高等化を2年とした。これにより、教室が不足し、大津織物会社所有の建物を借用し、仮教室2室も置け、大津尋常高等小学校文校と称した。明治十一年六月三日、伏見宮さなる新能殿下特命検閲士として、 通過するため、大津駅で、職員、児童が放送を迎えした。明治四十二年二月一日、欠席児童多数のため、許可を受けて、簡易修学の方法として三学級を編成し、夜間学級を開始。明治四十二年六月五日、校舎コーチが狭くなり、恵比寿町三十一番地に新校舎建設のため、自賃祭を行う。合わせて、大運動会を開催。 来賓多数で、花火の打ち上げ、楽体の演奏もあった。敷地面積2,218坪午後明治42年7月30日、新校舎建設のため7000円の記載申請を行う。明治43年5月16日、新校舎落成。落成式を待たず移転、授業を開始する。附設裁法学校も同時に移転する。 敷地料1318円30銭、土木費1730円97銭、建築費13,594円64銭、設備費541円35銭、雑費1,085円78銭、総計19,271円4000明治43年5月31日、仮庁舎の児童も新庁舎へ移転し、移転完了する。 明治43年10月5日、本年度より神社祭典日を10月5日と、千木軍が統一。この日に合わせ新築落成式を行う。余興都市、打ち上げ演歌、児童作品展、生徒遊に、重剣道、米朝一座の手踊り、盆栽展等が行われる。明治44年7月12日、体力向上と精神鍛錬を行い。 開示思想を要請する目的のため、水泳化を創設。明治45年7月26日、天皇陛下がご病気になり、児童にひたすらご併優なられるよう祈ることを悟す。明治45年7月31日、天皇陛下崩御哀悼式を行う。大正元年10月10日、尋常5年以上を職員6名で引率し、伏見桃山寮に参拝する。 大正元年12月2日、運動場に海鮮塔を建設する。大使2年1月14日、大阪府下の児童展覧会を3日間開く。府下から多数の観覧者があった。大正3年4月1日、普通教室一室を増設。大正3年4月11日、交代号陛下放御。哀悼式を行う。大正3年5月24日、交代号をご体操。 午後3時、春か廃式。25、26日調位のため休業。大正3年11月5日、後期を新調し、授与式を行う。大正4年4月1日、千北軍大津村を大津町と改称し、調整となる。大正4年4月5日、調整祝賀のため、午後一時期行列。夜間上鎮行列を行う。大正四年十月二十六日、 天皇陛下のご神栄が可視される。大正4年11月10日、近城天皇ご即位のご大典恵比寿小学校でも、放祝式が行われる。大正4年11月16日、午後5時より、ご大典を放祝し、全校児童の長鎮行列を実施。大正4年11月17日、千台一宮の聖典を記念し、職員一同より、 石灯籠一期を月山に建立。大正5年5月4日、教育に関するご沙汰の写しを賜る。大正5年10月26日、皇后陛下のご親鋭を可視される。大正5年11月3日、皇太子殿下立太子令のため、皇賀式を行う。大正6年4月3日、皇帝にて、古陸海軍人小混祭を挙行する。 大正6年5月8日、皇太子殿下浜寺へ行刑に際し、恵比寿小学校児童職員が諏訪の森で放迎する。皇太子殿下が綱引きを観覧。綱引きには恵比寿小学校尋常化6年から高等科2年の16名の選手と千木十二校の指揮者として恵比寿小学校職員が参列。大正6年5月26日、5月8日の 綱引きに参加した児童には、金50匹、職員には200匹貸しされる。対象8年7月1日、独体連合国平和条約締結のため、臨時休校とする。対象8年12月16日、大津実業補修学校を併設する。入学者23名。対象9年10月30日、教育直後貸し30周年記念式を行う。 大正9年12月1日、雨天体操場45坪を増築する。大正11年3月31日、裁縫学校を大津実業補修学校女子部に改める。修行前期2年後期2年とする。実業補修学校の校則を変更し、授業科を廃止、学科目制度とし、専任人教員を置く。生徒増加し72名。 大正11年7月1日、創立50周年記念、学生発布50周年記念式典、旗行列、学芸会を開催し、参加者多数。記念者編集委員会、エビスの100年1872から1972泉大津市立エビス小学校。ありがとうございます。